お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのゴレクローデッキやっていきたいと思います。今までねゴレクローといえばランバー型であったりホバリングが入っていたりだとか、まあいろんな方を紹介してきたんですけど、今日はねザッピー型のゴレクローで、やっていきたいと思います。で今ねこのデッキなんとグランドチャレンジの勝率が一番高い。で今グラチャレっていうのは結構環境デッキ使われるモードなので、まあ環境で一番強いのがこれになっちゃったわけですねっていう、まあ、すごい環境なんですけど、とりあえず強いのでね、皆さんもちょっと使ってみてください。やっていきます。さあよろしく。でこのゴレクロねマジ強いっすよ。なんか僕今まで結構トロ沼った時とかゴレクロ使ってたんですけど、このゴレクロはね、ちょっと見せちゃった。何が強いかって、このプリンスがいい味出してますね。あとはコウモリ、このゴレ学年で課題仕組むじゃないですか。なので相手の防衛がやっぱ硬い時でゴレクロやっぱ通んないんですよ。ですけどその逆サイドの単体プリンスであったりだとか、なんかプリンスコウモリ、なんか逆サイドの攻めがねめちゃくちゃいい味出ますね。いやこれもういやクローンしたいんですけど、このエレスピ、エレスピアですね。エレスピじゃなかったらめっちゃいいんだけどな。いやこういうとこでもねクローンして、おいい、えめっちゃいるんだねこれ。あ今日いやいい、思った以上にねこれコウモリにクローンしただけなんですけど、さあ楽ちんですよ、片手でいけるよ片手で。さあそう逆サイ攻めができるのと、あとはまあ環境のゴブドリに対して圧倒的に強い、環境デッキに強い、あとはザッピーがいるので、まあエレジャイにも戦えないことはない。まあきついですけどね、エレジャイに対してプリンスとザッピーがいるので。普通のゴレクローンとかだったらねちっちゃいのとかしかいないから意外と対応がね大変だったりするんですけど、まあそういったとこか。まあとりあえず環境デッキに強いよねっていう、まあそれがね一番の強みですよね。さあこういうのもねもう後からでいいっすね。なんか焦って対応しても結局何もなんかいい感じにならないので、最悪1本折ってしまえばみたいなねとこありますから僕はね。さあちょっともうユニット追加してね。さあでコウモリにエレスピが来るっすね。エレスピ使った、えゴレなんでそっち行くんやん。いやでも相手ね守るの絶対きついっすよこれ、絶対守れないんですよね。で1本折ったらここでもうユニット追加のオラっていう、これねこのなんかもうとりあえずクローンしとけっていう、さやなめとかもね打っちゃって、もう相手これ泣くしかないっすよね。いやすごいんですよね、あの何も考えなくていいです。とりあえずゴレダクネクローンだけ考えてください。ゴレダクネクローンですね、もうゴレダクネクローンてか、まあゴレダクネ、ゴレダクネを作るのが絶対で、それ以外はもうぶっちゃけ何でもいいっすねさあゴレダクネ作ってしまえばなんとかなりますから。さあファイブを使いました。ザッピーじゃあ出してあげて、エレスピ使いました。まあエレスピぐらいならそんなね知らんか。でゴレの爆破でアーチャーって飛ばないんだよね。まあなのでもう一回ねゆっくり後ろから行ってやなまで、よよほー。まあこうなっちまえばね絶対クロス側は勝てないと思うんだよな。まあ2周目3周目クロスを気合で通してくる、まあ、パターンだと思うんですけど、僕だってもうこれ一生ね守ってればいいだけですから。さあイモイモでね勝ちかなと思います。でここ、まあ、ゴレで出してもワンチャン突破される可能性があるので、本当にそれをなくすのであればこういう2コスとかちっこいので回してもう一回あの後ろからでいいと思います。でさゴレで展開かな、ゴレダクネでダクネここで展開するとまたさっきみたいにファイブ打たれるんで、ちょっと展開せずにちょっと高めから展開でファイブ当たりたくないっていうわがままでね。でこれなんかもうどうしようかな、まあじゃあやなめ打っちゃうか、さやなめ打って、いやもう勝ち確すぎてちょっと困るっていう暇なんでクローン打ちます。でここにファイブウッドとか使ったらこの追加のザッピーとかコウモリとかこのなんかとりあえず出しときゃなんとかなるんじゃねえかっていうこの軍団がエグすぎてマジジージーって感じ。いやなんかすごいんですよ、やってみたらわかると思うんですけど、使ったことない人絶対一度は使った方がいいですよ。でね、まあゴレクローなんですけど、やっぱいろんな攻め方ができるっていうのが、強みですね。さっきも多分言ったと思うんですけど、このプリンスで攻めれるんですよ。ゴレダクネを作りつつの逆サイプリンスコウモリであったりだとか、なんか同サイドにね、こうこだわらないっていうのが大事で、
まあ、例えば相手がウィザードとか、それこそファルチとか、ネクロとか、まあ、このデッキで対処できないユニットですね。まあ、そういったユニットが、やっぱゴレサイドに合わされると、きついじゃないですか。もう、どんだけクローンしてもウィザードで全て焼かれるみたいな。そういった場合に、じゃあ、両サイ攻めすればいいんだよねっていう。ゴレダクネの形を作って、まあ、そっちにコストを咲かせるよと。で、コスト咲かせたところで、逆サイドプリンスコウモリクローンとかね。まあ、そういった線はね、していくっていうのが、結構大事になってきます。いや、相手もなんか、なかなかゴリーで聞きたな。俺が言うことじゃねえんだけどな。で、クローンしたいんですけど、クローンしたところでみたいなユニットしかいないので、一旦我慢でね。さあ、ジャイダクネプリプリっすね。なんかすげえプリプリしてんな。まあ、相手、ファイボザップか？今、ザップが見えた。多分、ファイボザップ。さあ、まあ、ダクネ無双じゃないのか？サンガごと、なんだったっけ？忘れたけど。まあ、とりあえず、ダクネが無双しそう。さあ、これ、ダクネ展開からの、もう、始まりこれ、ドカーンですよね。よいしょ。さあ、これやって。で、相手はもう、多分、逆サイクラスね。守れねえってなって。なんで僕もこれ一応守ります。キングおられない程度にね。ザップをさ、ザップを使っては来ない。いや、これちょっと三角が来るのか分かんないけど、クローンしたいな。三角来るのか、何が来るのか。いや、三角来るなら柳編みでよかったけど、いや柳編みじゃない、小物。あ、終わった。じいやー、まあこういうもんですよね、今のクラロアは。オーケー、ナイス。時短ですね。はい、もう時間がないとき使ってください、皆さん。また、環境のゴブドリとかも、本当にワンパンできますよ。ゴレダクネして、逆サイゴブドリ来るじゃないですか。あれもう全無視っすね。全無視でゴレダクネクローンするだけで折れます。本当に冗談抜きで。ちょっとゴブドリ引けねえかな。まあ、クローンのメタ的に、矢の飴プラスのファイボとか。なんかそういうね、スペル2枚っていうのかな。まあ、矢の飴ファイボ、矢の飴ポイズンとか、そういう系だったら厄介なんですけど。基本的に今のゴブドリデッキにはね、スペルがファイボだけとか、まあ、矢の飴だけとか、まあ、あとはなんだろうな。入ってないとか、もあるんですよ。プリンセスだけとか。なので、まあ、いや、プリンセススペルじゃないんだけどね。スペルがないデッキにはもうゴレクローンもフィーバーしちゃいますからね。さあ、これ。ダークネにファイブ打ってくんのか。これもうクローンしちゃいたいよな、俺。早くクローンしたくてね、うずうずしてんの。お待たせしましたいや、マジで。これ終わるよ。だってファイスピだからさ、このコウモリの処理が相手難しいの、難しいの。でもっとコウモリがね、暴れてくれりゃいいんだけど、まあ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 、一旦追いつきましょうか。これだけでだって勝てそうじゃないですか。えぐいっすよ。で、僕相手のドリル、まあ守れるなら守ればいいし、ボンバー出すだけでもいいから。で、ちょっと暇なので、ケツザッピーとかセパしてね。で、ドリルにはまあボンバー出しときゃ、君の攻めはね、取んなよ、という感じで、まああとゴレダクネです。ほんとゴレダクネクローンするだけ。このドリルも、もしかしたら俺キングに飛んでくるんじゃねえかっていう諦めたんじゃねえかっていう気もしたんですけど、いやでも相手ね、いい攻めなんですけど、皆さん分かりましたよ。ファイアボール使いました。ジジ勝てないんですよね。ファイアボール使ったらもう止まんないんですよ。これがゴレダクネクローンがね、コウモリも追加できるといいんですけど、そんなコストはないので、まあ遅れてコウモリ追加か、なんかええ感じにねできたらいいかな。ファイスピとファイアボしかないわけですから、このコウモリの対処が。あー、オーケー。ここでもうね、ファイボ使ったらコウモリが無双しますよ。ファイボ、あ、でもファイボ使うってことはコストがなくなるってことなので、もう逆サイドね、こうやってね仕掛けてあげる。で、とりあえずボンバーも出すと、あー、もう相手もね、いや、これえぐいんですよね環境にね、マジ強いんだよね、本当に。いや、もう勝ち確、あなたもこのデッキなら世界一のプレイヤーに勝てるね、可能性があるわけですから。さあ、よろしく。なあ、初手これが来ないで、初手これが来てもダクネがなかったらあんま出したくないっすよね。なんかゴレというよりもダクネがぶっちゃけ壊れてるので、ゴレクロってゴレダクネ組めなかったらね、相手がこうマスケとかね、さっきみたいに展開してくれたなら、まあその端前でぶつかり合って相手のマスケがあんま活躍せずに、いけるからいいんですけど、さあ、まさかのことエリゴレ引きましたよ。エリゴレ、いや、なんかね、エリゴレ行ったんすよね。結構いたの。いや、マジで。やばいっすよね、ここ最近。クレイジー環境が続いてる。で、まあ、ライドラとインドラはもう、ぶっちゃけどうにもできないじゃないですか。なので、もう知らんっすよね。ぶっちゃけ、マジこれどうにもできなくないですか。
これ守れんのかな俺。奇跡的な防衛できる。あ待って、おザッピーが、あ待ってやっちゃった。ザッピーがこんな下手くそなザッピーの使い方する人おらんやな。いやこれやばいな。インドライドラがさ一生、いやでもよく耐えた、よく耐えたんじゃない。インドライドラどう突破する。あ分かった、分かりました。あのインドラライドラを考えるとやっぱ突破できないので考えずにいきましょうか。ゴレ出してダクネ出して、まあもう一個出してクローンしたいな。さすがにゴレダクネだけだと突破できない気がするけど、まあザッピーとか出してクローンしちゃえば意外となんかゴリ押せちゃうんじゃないっていう話よ。真面目にね、俺は真面目に言ってるよこれは。よしよしよし。で柳雨があんのかな相手。うわーマジか。いやー柳雨がないと祈って、いや柳雨がないなんてことはありえないな。いやこれ無理っすね。いやまだいける、まだいけるぞ。これプリンスコウモリだ。いきます。次インドラのサイクルなんで、いやここで1本は折れるものの、1本折られますね。1本折られるものの、このエリアドであの世界変えたいと思います。いやマジで世界変えれるぞこれで。やなインドラだけちょっと処理したいな、インドラだけ処理したいな。いやマジであるぞ、いやあるあるある、マジである、本当にある、冗談抜きであるんだけど、いやー強いんだよな、ユニットが、ユニットが一個一個強いのマジで。いやー焦げる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 。なんやこれ。いやまあ俺も同じことしてるからあんま言えないんですけど、ね、最近本当にね、まああのクラロワの環境崩壊してきてるので、もう超ゴリゴリ環境なんでね、まあ、やる覚悟はね、ん？いや、やられる覚悟はもう持っとかないといけないっすよね。自分がそういうことをするならっていう。最低ゴブリンバレルで、ダクネ、ダクネいなかったんすけど、ちょっと出しちゃったな。総分ですね。なんかこの人あれなんだよな。ボーラーロケットデッキ。めちゃくちゃ昔に流行った、まあ、外役デッキと呼ばれるデッキ。なんかそんな感じのデッキを使ってた人ですね。中身が具体的にちょっとわかんないんだよな。さあこれいい矢の目じゃね。まあ矢の目が強いだけなんだけど。でスケルトン部隊とかいんのかな。いやいそう、いやいねえか。いやでもこれ突き刺さる。さあヒギワンパンでこれもあの祈りクローンでダブルカッツン。さあガゴムレミラー来たけど、このクローンのさ爆破で溶けてワンチャンヒギワンパン。いやヒギワンパンには届かないものの勝ちました。はい、あのまあ開始5秒ぐらいで勝ちが決まったっすよね、ゴレ出せたから。いやすごいんだよな。でこれね無視していいんですよ。なぜならバッテリー無視しても僕のキングがおられることないんですよね。これわかります？相手まあ一応コウモリ出しとくんですけど、いや出さんでよかったかな。無視してキングおられる攻めなら無視したらダメじゃないですか。でも無視したところでキングおられないんですよ。ただタワーおられるだけなんで、まあそれなら別に守る必要ねえなっていう、まあ考え。キングおられる攻めをされたならば守んないといけないんですけど、キングおられないならもう守んなくていいよねっていう。そういうことなんですよね、今のプララは。で、ゴレ出して、ダクネ出したら、ここにクローンを添えてあげると。で、あとは、まあ祈りつつ、コストがあるだけ追加してね。あるだけ追加していくと、キングが折れます。さあ。皆さんゴレクローン使いたくなりましたでしょうか。使ってみてください。というわけで今日はザッピー型のねゴレクローンだったんですけど、いやマジ強いと思いますこれ本当に。はい、ぜひ皆さん使ってみてください。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。